伊達市の北小金塚公園に来ました。このように、非常に広い、公園になってます。復元した竪穴式住居です。向こうのが、復元した貝塚だと思います。かなり距離があります。中に入れそうなので入ってみます。入り口がかなり小さくて入りにくい構造になってます。貝塚のところまで来ました。このように復元のためにホタテ貝の殻が敷き詰められてます。白鳥湾展望台です。登ってみます。展望台からの眺めです。室蘭があちらです。室蘭に渡るための白鳥大橋が見えます。全長 1.3 キロということで、かなり長い橋になります。室蘭の地球岬に来ました。
丘岬の、展望台です。下はこんな感じです。室蘭市の、駅前のところで、デゴイチが置いてありました。室蘭の江友岬に来ました。室蘭の、ピリカノカに来ました。
ピリカノカの展望台からです。室蘭市の測量山に来ました。測量山の山頂です。くったら湖に来ました。雨のため、登別温泉の外れの、ビエラという温泉に来てます。400円ちょっとで入れました。雨が本当にきつくなってきたので、温泉にして正解です。あと1時間半ぐらいでやむ予定ですので、ゆっくり入ろうと思います。1時間半ほど、ここの温泉にいました。もうすっかり、晴れていい感じです。ほんじゃ先を急ぎたいと思います。36号線沿いの、レストラン、谷御殿というところです。非常に大きな熊が屋根の上に乗っけてあります。狐がいました。こんにちは、狐です。
なんか犬っぽいけど。キツネです。餌とかもらえるの、お前。人懐っこいです。コツコにやってきました。コツコの、ポロピナイ、というところに来ました。